アクイラクラセトースイヌワシは、タカモクタカカイヌワシ族に分類される鳥類。イヌワシ族の模式種。ベルクートとネット上で書かれるが、本来の発音はウェルクトである。アフリカ大陸北部、北アメリカ大陸北部、ユーラシア大陸。詳しくは、ヨーロッパでは、スコットランド、スペイン、アルプス山脈からバルカン半島、スカンジナビア半島まで。アジアでは、 ロシア各地、中国、日本までの地域と、トルコやコーカサス山脈からヒマラヤ山脈までや中東。北、アメリカでは、メキシコからアメリカ西部にかけて、カナダ各地。陶器に南下することもある。日本では、アシュイヌワシが、周年を生息する。全長75から95センチメートル。翼海峡168から220センチメートル近くに、 なる。全身の羽衣は黒褐色や暗褐色。後頭の羽衣は光沢のある黄色で、英名の由来になっている。おばき部を覆う羽毛は泡褐色。中腹や風切りは基部の色彩は泡褐色。交彩は高褐色や泡大々色。くちばし基部やくちばし基部を覆う肉質、腰は黄色で、くちばしの先端は黒い。 幼鳥は、口頭から、後首にかけて、泡褐色の縦縞が入る。お葉の基部や初列風切り、外側序列風切り基部の色彩が白い。交際は、暗褐色。以下の分類は、クレメンツチェックリスト V2015IOC、ワールドバードリスト V5.1 に共通する亜種の分類で、記載年は、IOC ワールドバードリスト V5.1、分布は、 クレメンツチェックリスト V2015 に従う。開けた森林や草原などに生息する。幼鳥植生は動物食で、哺乳類、鳥類、爬虫類、動物の死骸などを食べる。日本ではのウサギ、ヤマドリ、ヘビ類が主で、とりわけのウサギが最も重要な餌である。上空から獲物を発見すると、翼をすぼめ急降下して捕らえる。 通常は単独で獲物を捕らえるが、1羽が獲物の注意を引きつけもう1羽が獲物の後方から襲いかかることもある。珍しいケースでは小鹿を襲う。繁殖形態は乱生。断崖や大木の木の枝に木の枝や枯れ草などを組み合わせた巣を作る。映像場所が限られるため毎年同じ巣を使うことが多い。 日本では2の3月に1回に1から2個の卵を産む。主にメスが放卵を行い、放卵日数は43から47日。育数も主にメスが行い、育数期間は70から94日で通常は1羽のみ、育つ。ヒナは孵化してから65から80日で飛翔できるようになり、3ヶ月で独立する。生後3から4年で、 生成熟し、生後5年で成長バネに生え変わる。飛傷する成長羊の幼獣を捕食する害鳥とみなされることもある。和名の犬は、劣っている下級野の意で、和種イトクマなどに比べ本種のオハが矢バネとしての価値が低かったことに由来する。漢字表記の犬は、本種が天狗を連想させることに由来する。開発による生息地の破壊。 外鳥としての駆除、人間による繁殖の妨害などにより生息数は減少し農薬汚染も懸念されている。日本の犬シは1990年代から繁殖性効率が低下している。犬シの祭事にとっては視界と飛行に適した開けた草地が適しており森林で覆われると子育てのための餌の量が不足する。かつて伐採、放牧、 そして、採送のための火入れで維持されていた、開けた場所が、林業、畜産の衰退で森林に変わったことが、その原因ではないかと考えられている。21世紀に入って、日本の各地で干ばつなどによる犬足の餌場作りが施行されている。日本では1965年に種として、国の天然記念物、1976年に岩泉町と北上町が、 犬は市販植地として国の天然記念物に指定されている。1993年に種の保存法施行に伴い国内気象野生動植物種に指定、また動物愛護管理法の特定動物に指定されている。ありがとうございます。